ユニバース原ちゃんのバイトイエーイ。さあ、ということで我々のこうバイトークっていうのはもう僕たちのもうチャンネルでおなじみの企画なんですけど、はい、まあまあ分かりやすく言ったらもう芸人になるまでとか、まあ、芸人の後もそうなんですけど、はい、まあ、今までやってきたバイトについてまあトークをしてもらうっていう、まあ、分かりやすい企画でございます。女性芸人で初じゃない？初だね。だから初体験ですよこれ。うわー嬉しいですね。初めてなんですけど。初めて奪っちゃうけど大丈夫？奪ってください。もう枯れかけてるんです。すいません、ちょっと僕らが振り間違えました。振り間違えて、ごめんごめん。これバイトですか？なんかエロじゃない方が不安になってくる。原ちゃんは本当僕らの一個下で本当に付き合いも長くて本当原ちゃんも可愛らしいから可愛がってるけど、うん、どんなバイトをしてきたのか全く知らない。全く知らないね、うん、原ちゃんって意外とプライベートの謎なんだよね。あんまり言わないですね。あんまり言わないでしょ。言わないですし、はい。一番最初にやったバイトって何だ？何歳の時？15歳ですね。なんか初体験聞いてるみたいな感じ。何歳の時？原ちゃん、原ちゃんさ、何歳の時に初めて会った？やめてよ。ねえ、やめてよ。原ちゃんもそのかしこまる感じやめてもう。15歳で。いや、早っ。いや、どうだった？いや違う違う、初めてのバイト初日とか どうだった？いや、もうびしょ濡れでしたね。あれじゃん、違うよ。なめだるまさんの成分を伝えて真剣に答えなくていいから。本当です。え、本当のびしょ濡れ？本当にびしょ濡れで。なんだったの、初めてのバイト？プールの監視員。確かにびしょ濡れだわ。びしょ濡れでした。すごい。あ、プールの監視員を何歳の時に？15歳の時に。 15？ はい、初めて。当時？中3からだもう卒業した後も。なるほどなるほどね。水泳やってたってこと？スイミングスクールを小学校の時に、まあ、6年生ぐらいまで3、やってまして、そっから、まあ、中学校はバスケ部 でただなんかプールの監視員のバイトだけ15歳からって書いてあるんです、うん、他は16歳からだったんですけど、だそれがあったんでプールの監視員になってます。意外だね。その原ちゃんもう M1 3回ファイナリストになってる原ちゃんの初めてのアルバイトがプールの監視員。これスケベだね。一周回ってスケベな話になっちゃってるよ原ちゃん。イエーイ。自分のキャバクラだよ。それはもう時給で言ったら時給も、あ、時給が850円で割と良かった方ですね、高校生にしては。まあそっかそっか、はい、その時はね、700いくらとかあったもんね、その当時は。そうなんですね。なんかマッチョイケメンがやってるイメージもあるんだけど、いや、全員マジで超イケメンでしたね。はあ、そのイメージはあるんだ。ライフセーバー的なね、はい、で、あの年上の人が好きなんで、はい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 、私だから同級生の一緒に入ってきた子よりはやっぱ上の先輩の方に目つけちゃってそうかいたんですけど、その上の先輩と上の先輩が付き合ってたとかいうそのパターン、事実がバイト同士のね、はい、腹立つな、ね、まあやっぱ盛んですから。あ、盛んです、当時は、はい、当時はちょうど高校生ぐらいでしょ、高3とか高2ぐらいでしょ。そう、まあまあ、はい、高1ですね。あ、で先輩はそうです、そうだよね。で、みんなびしょ濡れなわけでしょ。みんなびしょ濡れで、もう、漏れてましたね。無理やりいいの、エロくなくても。え、それでちょっとムラっと来たりもするわけじゃん、体もさ、いいわけじゃん、やっぱり。そうですね、よかったんですよ、色も白い人、まあ、本当日焼けする柄のにすごい色いい白い人、城田優さんに似てる方。あーあーあー、あ、小栗旬さんに色気があるし、花より団子みたいな世界だったと思うんだよね、はい、女の子にとって。そうだね。で、その城田優さんに似た色白のかっこいい先輩が休憩中にやっぱデートって言ったら議長だよな、議長っつってて。議長？そうなんですよ、議長ってなって、そしたら、あの女の先輩が桜木町いいよねって言った。桜木町のこと議長って言うんだ、かっこいいってなって、ね、私もデートするなら議長行きたいって言おうと思って学校戻ってデート議長だよねって真似して言ったら何議長みたいな、桜木町で、うん、ダサって言われていいね。で、あとやっぱ野外のプールもあって、うん、そこで巡回してる時にやっぱその熱中症とかもあって、うん、あと食べた後にすぐ泳いじゃったりする子供とかいて、うん、そゲロとか、うん、あ、そうですね、ゲロって言ったんですけど、うんうん、はい、なんて言うんでしょう。
しょ。まあ、土砂物みたいな。土砂物、はい。土砂物が初めてさ、びちゃってなった時に、なんか、原ちゃん、ちょっとあの、水持ってきてって言われた時に、バーって走ってったんですけど、どこですかって言ったら、そこそこそこっつって、私、裸足で生ゲロ踏んだことある。裸足はなんか、全然水から。生つければ OK とかじゃないから。土砂物で言ってんだ。生土砂踏んじゃったの。生土砂。プールの監視の次のバイトじゃ聞こうか。はい、そうだね、次何やったか。次が、ブライダルの。おブライダルの、はい、食事を運ぶ係の。食事を運ぶ。おい、改善の時だ。派遣ですね。だから派遣バイトです。それ何歳何歳？高2です。高2？早いね、結構。はい。部活はやってなかったの？あ、部活は吹奏楽部。入ってたんですけど、もう弱小で。何吹いてたの？あ、これが。何吹いてたの？これが触ったりですね、揺さぶったり。触ったり、はい、加えたりするやつ。触ったり揺さぶったり加えたり。あれじゃん。あれ？オルあのカーディガンじゃなんだっけ？オルゴールなんだっけ？アコーディオン。アコーディオンとかじゃない。違います。パーカッションでした。あんま聞かない。パーカッションってあんま聞かなくない。確かに。俺もトランペットだよ。トランペットとかさ、フルートとかわかんないけどさ。はい、打楽器やってます。あ、打楽器ね。はい。それで舐めるの？あの、笛吹いたり、マツケンサンバでいう、はい、なんか、ピピ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 ピでも若い人ってディズニーみたいなね。ディズニーオーケストラ。バーってやった。すごいね。なるほど。じゃあそれで。はい、ブライダルのバイト。空いてる時間にやったりして、友達と一緒に入ったんですよ。可愛い友達と。そしたら、なんか私だけずっとなんか仕事できないっていうのもあって、掃除機担当で。はあ。もう友達はなんかカーテンのこう、並び替えとか。やってて、やっと友達と同じレベルになれて食事運べるとこまで行ったんです。で、私がその新郎新婦の社長側のところに配膳するときにちょっとミスっちゃいまして、うん、なんかこういうフォアグラみたいなのが乗ってて、はいはい、網状のドームになった、あのおしゃれなね、おしゃれなおしゃれなやつね、つばめの巣みたいなソースかかる、シェフが腕を振ってやったやつをずってずらしちゃって、もうソースが完全にこうなっちゃって、ああやばってなった時に、こっち側に3枚持つんですよ。回転そんな持つで、ああわってこっちでなった時に、こっちのこっちにショートケーキ持ってたんですけど、ずってなってこう膝抱えてこう運んでるんですよ。で、気づかないときに、その、社長のスーツに生クリームつけちゃって、ちょっとそこで、首、うん、あ、首か、首もう、ちょっとむちゃくちゃ怒られまして、首社長に、ま、実質、まあはい、生クリームつけて、もう、えって感じになって、うん、爆怒りじゃなかったんですけど、ただその、私の上の、うん方がものすごく怒られて、あまあでもそうか、はい、責任を取らされる、そこからあの仕事できないんだなって気づきまして、自分で、はい、それはまあさ、はい、タイミングというかね、今エピソードで聞いたらめっちゃおもろいけどね、だからもうできないとかではないけど、まあまあまあ、はい、あじゃあまあそれがでクビになって、それが17歳高校生で、そうですね、はい、で18、うん、で大学行く前にまだやってるの、あそうなんです、高校卒業するときに NSC に入りたかったんです、私はすぐ。でも、親に反対されて、大学行けって言われて、そうなんじゃない、はい、で、体育大に入れたんですよ。体育大すごいよ。体育大だよ。はい。体育大入ってる時も、もう NSC に行きたくてしょうがなかったんで、行かずに、ちょっとバイトして、NSC に行くための資金を貯めてまして。40万円を。はい。それで、40万円貯めるためにやってたのが、リアカーを引いて豆腐を売るバイトです。豆腐屋？豆腐屋。え、それは何？そのパーどういうやつやった？おでんとか焼き物みたいなやつ？はい。ほう。
あのもう箱に氷いっぱい敷き詰めて、うん、そこに豆腐をザル豆腐とか木綿豆腐とか積んで6キロぐらいある箱を横浜の坂の上までパープーって笛吹きながら売る場合とか、めちゃくちゃそれ体育大通うより体使うんじゃないですか。そうですね、まあ、ちょうど体育大も行ってたんで、まあどもういいかなと思いました。体力的にも売り切れるもんなの？これが売り切れないんですよ。むずいよね。で、まあ、そのバイトが歩合制で、歩合制か、歩合制でエリア担当があるんですよ、うんうんうん、で私が入った時期にちょうど歩合で30万稼いでた先輩のエリアを引き継ぐやつだったんで、うんうんうん、最初売り上げ良かったんですけど、うん、やっぱどんどん減ってって、うん、じゃあその先輩がうまいんだよ。めちゃくちゃうまかった。喋りがってこと？はい、ただそのなんかこういう商売系芸人みたいな喋りじゃなくて、うん、おばあちゃんと喋るのに本当にうまいとか、そっかそっか、だから仲良くなって、そうですね、まあ言ったらまあ午後雨降りますからねとか、ちょっと詐欺っぽい感じだよね、そっか仲良くなって豆腐詐欺、そうそう、商材売り豆腐詐欺みたいな、うん、でも、ね、意外だね、女の子でそんな、確かに、でも豆腐屋さんっていくらなの、1個売って、あ、1個っていうより、そうですね、売り上げなんで、その日の。で、それも全部計算して自分でやるんですけど、私はそういうのよく分かんなくて、その引き継ぎの時に、その教えてくれた男の先輩が、まあ多分これ何個で何個で何個でいくらになるから、これでやってたら多分大丈夫。ああ、そういうことね。はい。言われて発注もあるからやってて。何パーぐらいもらえるの、その売り上げた分。20パーだった気がします。あ、それで実際40万貯めれた、豆腐だけで。ギリギリですね。それすごいね。すごい。それ何ヶ月ぐらいで40万は？これはでも1年ぐらい。1年やかかるか。豆腐じゃね。単価が安いよね。はあ、じゃあそれ。でもその時に、もうやっぱなんかエピソードといいますか、なんかもうすごく男と間違えられたり結構ありました。男の人、はい、髪も短かった。いや、髪長くて、夏場とか、うん、半袖にエプロンで、まあ、あのちょっと爆乳なんですけど、自分で言わない、自分で爆乳言わない、まあ、私ね、ご存知爆乳なんですけど、爆乳なんですけど浮き彫りにはなるんですよ、うん、どうしても分かっちゃうもんね、はい、うん、どうしても分かっちゃうんですね。その浮き彫りになった爆乳とポニーテールにして、うん、長いポニーテールでもう明らかに女性っていう感じでやってたんですけど、常連のおばあちゃんに、うん、ある日なんかお相手はいるのって言われて、うん、あ、いないですよって言ったら、うん、もしよかったらうちの娘もらってくれないって言われてずっと男性だと思われてあの豆腐買ってくれてたみたいで、爆乳は見えてなかったもん、見えてなかったみたいな、胸筋だと思われてたもん、もう常連の人だけじゃなくてすれ違って買いそうなお客さんとかも、うん、まあ若いくてまだねそんな細いのに男のこれすごいねって言われて、あー、じゃあ面白いね。いやいや、すいません、何歳までやったの？あ、1年なんで、まあ、19歳ですね。で NSC 入る、で NSC 入ります。 NSC 20歳ぐらいで入ったんだ。はい、で東部屋の後に、そうですね、はい、東部屋の後は何？東部屋の後はすき家に、あー、牛丼の、牛丼屋に結構なんか、まあいろんなちょっとさ、変化球バイトがついたけど、なんか正当に戻った感じだね。付き合い、これ続きまして、はい、売れるまでやりました。一気に、はい、何年ぐらい？だから、売れるまで、芸人として食えるまで、食えるまでやってて、何年かだろう、5、6年？25年ぐらい、5年、6年やってました。結構早めに食えるようになったよね、最初に M1 行ったのは2013年でザ・漫才、そこで仕事増えた、まあ、ちょっとだけ増えてっていう感じですね。でバイトも減ってって、ハラちゃんすごいのが、実はユニバース組む前にフロンティアっていう女性コンビ組んでたんですよ。その時ニューヨークとネタ対決してボコボコにしてました。勝ったんだ。勝ったね、勝ったね、勝ちました。あれどこだったっけ、あのシアター、シアターブラッツです、ブラッツで、はい、めっちゃ覚えてます、はい、それでその時もうニューヨークコンボばっかりしてね、俺らね15期が湧いたんだから、ザ・ニューヨーク負けたぞっつって、うわーこんなコンビで負けたぞっつって、いやマジで勝てると思ってなかったです。そうだね、お客さん満席で赤か白をあげるっていうやつで、そうそうそう、うん、パネル数えたら勝ちました。なんだっけ相方の名前。ミカエル。ミカエル。ミカエルだ。いたな。ミカエルです。いたね。はい。コントやってたんだっけ。いや、漫才。はい、漫才か。
もうじゃあ NSC 入って売れるまでもずっとすき家一本、ずっとすき家でやってました。すごいね、まあ、単純作業だったんで、だから56年かけてレジ締め覚えたんですよ。なるほどなるほど、本当に始末できなくて、そっち側の子なんだよ、ホントに迷惑かけるし、そっち側の子でしたねで最初オープンから入りましただからバイトは、だからもう最初はいクルー同士でちゃんとやって、そっからはどんどんみんな抜けてって、こう大学とかも行き始めてっていうので、私だけ残ってちょっとレジ締めできない最年長になってきて、あのヘルプに回って、あの各店舗でレジ締めやらないっていうすごいレジ締めから逃げる、あのだから各店舗行って、あの本当は4年目とかあったんですけど、あちょっとあのこの間入ったんでちょっとそれでレジ締めできなくてっつなるほどね、はい、いろんな店舗と店舗作業ができるそうです、はい。これ、まあ、スキヤバイトを長くやってる人からしてのスキヤの裏メニューってわけじゃないけど、なんかおすすめ、はい、結局これがうまいよでもいいし、はい、実はこれがうまいよでもいいし、実はシンプルにですね、牛丼に海苔をトッピングしまして、おコチュジャンかける、これだけ、韓国風みたいな、はい、海苔トッピングなんかあるの、海苔トッピング、はあの頼めばユッケとかに乗ってる刻み海苔があるんで、して牛丼に海苔でコチュジャン、コチュジャン、コチュジャン、まあ、あそこにあるんだっけ、もらえるの、あ、まあ、の行って、プラス、はい、何十円かとかで、あ、そうなんだ、裏メニュー、これやってみよう、やってみよう、その他にはあるの、牛丼以外ではなんか好きだって、俺マグロ丼って大好きだったんだ、めっちゃ出てました、マグロ丼、ね、マグロユッケ丼はかなりの、あのネギトロみたいなやつ、はい、そうです、はい、あれなんでさ、あの崩さないであのまま出てくるの、あれはもう、まるで袋に入ってるんでハンバーグみたいな感じでこんな感じだよねあれがちょっと崩したら全然違う、いやあれがうまいんだよ、出す側からしたら、よっしゃー、そうだよ、ね、これでこうやってやったらずっと思ってるやつ、牛丼より楽なんだよ、めっちゃ楽、まあ、楽だよね、あれめちゃくちゃうまいから、はい、味はうまい、ね、あれめちゃくちゃうまい、なんかすごい偶然なエピソードがありまして、スキヤでそのエリアでいろいろポンポンしてるときに、横浜のすごい隅っこの方のヘルプ行ったときに、大阪のエリア担当みたいな人が一回視察に来た時があったんです、でその時に長いんで何を目指してるのみたいな感じで聞かれて、芸人ですって言ったら、あ、プラスマイナス知ってる、でその大阪の偉い担当の人が実は教えてたらしくて、で俺がその行った時にも岩橋も働いてたんで、好きやで、はい、で、ってなって、あの癖あるでしょ、実はさ、好きやでもあったんだよ、そのネギ玉牛丼あるじゃないですか、ネギ玉とか、あ、大根おろしにのせるネギポンとかあるんですけど、そ大根おろしのスライサーがあるんですけど、ギーってやるときに絶対指入れちゃダメだからねって言ったら、指入れちゃったら、あーってなって救急車呼んだんだよって言って、いやーで、やっちゃいけないことやっちゃうから、そう、で俺知らないからって、はい、今テレビ出て知ったけどびっくりしちゃったのに、そういうものがあるってね、知らなかった、はい、ただ天然だと思ってたでしょ、はい、私はまだ岩橋さんテレビでしかその癖見たことなかったんで、その情報を聞いて本当にそういう本物なんだなっていう、なんだっていう、もう絶対に騒いじゃいけないとことかでも言いたくなっちゃうよね、でも最近もう我慢して、もうここで絶対岩橋さん沈黙の時間ですからなって時に、でも絶対言っちゃいたくなるんだって、ものすごいちっちゃい声で、おいしょおいしょバンなんとかピッポーみたいな、白金バスでパーティー、白金バスでああ、やっぱ言う、まあ出ちゃうんだろうね、それは。はあ、じゃあもう唯一じゃない、本当に素人時代のそのエピソード聞くっていうのは。いや、そうですね、びっくりしました。正直でも原ちゃん、もしもしかしたらだよ、そんなに恩あるスキヤさんに、はい、今でももう M1 3回ファイナル行ってるから、はい、もしかしたらCM 来るかもしれん。いや、でも吉本芸人やってなくねえよ、まあ、加藤浩次さんとか言うな、来ねえよな、なんでレジ締めできねえって来ねえよ、CM なんて面白いだろ、レジ締めできないとか、クレーム対応もできません、ね、
もう潰しかできない。でもその原ちゃんのオリジナルメニューがなるかもしれないよ、のりコチュジャン牛丼みたいな。確かに、でもこういうの多分言ったら、俺も多分牛角の話とかしたら、牛角のね、イベントとか呼んでもらったりとかあるから、意外と知らない人は多分こういうの見て採用してくれるとかあるからね。付き合いでさ、そう、ユニバーサルちゃん、付き合いでちゃんと働きました。歴史名はできませんけど、はい、CM はね、お待ちしております、はい、CM で、まあ、付き合いのオリジナルメニュー開発とかでも、あ、そうだね、ユニ、まあユニバース丼、あの原丼ね、原丼で、ユニ丼とかもやってるし、そうですね。さあ、ということで、バイトーク、まあ、もう十分な内容でした。原ちゃんは正直、それで何歳でも芸人だけで食えるようになった、それも見てるか、20とか、27で、5、6でやって、6、7から、うん、でも、それ、まあ、苦労もしたけど、芸人としては早いもんね。いや、ありがたいことだよ。いや、すごいよ。はい、ユニバーサラちゃんの、全くエロくない真面目なエピソードを聞けました。十分やっぱエロくなくても面白いからね。はい、はい、本日のゲストはユニバーサラちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。